石原大臣はこのように鼻血については科学的な因果関係はないと聞いていると述べました。また風評被害などを拡大させないように女性や健康に対する情報発信を引き続き行っていくと強調しました。自民党の住民の方々の心情に鑑みれば、万が一は、このような地元の方々の不安や風評被害を招きかねない内容が要請されていること、私は誠に遺憾なことと、いろいろいたします。健康不安や風評被害を払拭するため、科学的な根拠に基づいた情報を共有し、公表していくことが必要だという考えを示しました。法人税減税をめぐる駆け引きが激しくなっています。政府は来